こんにちは、おいおいです。ファーミングシミュレーター22、遊んでまいりましょう。前回より引き続き、ひまわりの収穫やってまいります。あれ？蜂の巣箱設置したのにひまわりの収穫量増えてないじゃん。なんでなんで？ちょっと調べてみます。え？あれま。巣箱を設置するとひまわりの収穫量が増えるかと思ったのだけど、違いましたね。増えるのはひまわりではなく蜂蜜でした。あはは。ひまわりの収穫終わりました。さあ、気を取り直して、大豆の収穫始めます。
収穫機を返却して、カルティベーターをリースします。トウモロコシ畑のすき込みをしていきます。石を集めます。
マルチャーをかけましょう。マルチャーがけ終わりました。三面の畑に草を植えます。Thank you.
それでは今回はこの辺りで終わりにいたします。ご視聴ありがとうございました。